えー、こんばんは、マアトです。えー、見言葉に触れて。えー、 今日も、は、お仕事ですね。はい。えー、お仕事の前の短い一息ですけど、夜の配信となります。えー、今日は、この、ヨハネの福音書の10章ですね。えー、イエス様が言われます、えー。私のところから入ってきなさい。私は狭いもんです。私は羊飼いです。と言っています、えー。見言葉を見ていきます、えー。ヨハネの福音書の10章の、えー、9節、11節、14節を、の見言葉を見ていきます。えー、この、ヨハネの福音書10章。私は、10章の10説、 節からですね私は門です、えー。誰でも私を通って入るなら救われます。えー、また安らかに出入りし牧草を見つけます。えー、また私は良い牧者です。えー、良い牧者は羊のために命を捨てます。えー、また14節私は良い、えー、牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。えー、感謝いたします。えー イエス様の,の救いもですねさま、えー、いもんから入りなさいと言われています、えー、イエス様は羊飼いです、えー、私はよく、えー、羊のようにさまいを歩きますけど今日もイエス様羊飼いのもとで、えー、御言葉またイエス様の御胸をお、えー 知って、えー、覚えて、えー、歩んでいきたいと思います、えー、マスアートです、えー、朝の短い一時ですけど、えー、今日もよろしくお願いいたしますこのマスアートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいね、えー、ボタンとよろしくお願い,いしますまた聖書を学ぶお友達も募集してますのでよろしくお願い,いします、えー、次回のメクトパンフレーテでお会いいたしましょうマスアートでした上げの質パッションプルズルシャロムシャルムシャルム